はい、皆さんこんばんは。本日はレッドバトラーを作りたいと思います。このカクテルは映画の風と共に去りぬに登場するレッドバトラーをイメージしており、サザンカンフォートというピーチやレモン、オレンジなどのフルーツ類をフレーバーしたリキュールとオレンジキュラソー、そしてレモンジュースとライムジュースをシェイクして作ります。フルーティーな味わいで酸味も強い、とてもすっきりした味わいのショートカクテルになります。それでは作っていきましょう。まずはレモンジュースを10ミリ入れます。ライムジュースを10ミリ入れます。オレンジキュラソーを20ミリ入れます。サザンカンフォートを20ミリ入れます。シェイクします。お待たせしました。レッドバトラーです。